安倍政権は2012年の衆議院選挙で TPP 断固反対であると言っていました。しかし公約を破って11月4日に安倍政権でしかやらないありえない衆議院特別委員会で強行採決をしました。そして今度は11月の10日で衆議院で本会議で強行採決をしようとしています。 TPP は国家主権というものを差し出して国民生活を破壊するものです。第一は医療の崩壊、国民皆保険制度というものが大きく崩れます。今私たちが安心して医療を受けることができるのは国民皆保険制度があるからですけども、 TPP が来れば盲腸などで200万とかそういったものが入ってきます。第2は食の安全を損なうということです。遺伝子組み換えモンサントのものがたくさん産地表示もなく入ってくる、そして成長ホルモン入りの牛肉、こういったものも入ってきます。国民の根本、食生活の根本である食の安全をヨーロッパなどで輸入禁止になっているものを日本に持ってくる、こんな無茶苦茶なものはありません。第3は労働の問題です。安い賃金の外国人労働者が入ってくることによって日本人の賃金がカットされたり、そして雇用を失ったりする可能性もあります。このような生活破壊の TPP は絶対に許すわけにはいきません。そして TPP は国民生活のみならずこの国の産業というものも壊そうと、壊すものです。農業、今までの自民党政権が一番大事にしていたものです。しかしこの農業も壊す、そして自民党の最大の評伝である建設業界にも悪影響を与えます。今外国の入札は世界貿易機構の WTO 案件に限られていますけども、 TPP が入ってくれば国内の実績のない外国の企業が入ってきて工事をやる、そうすると日本の建設業界にも打撃を与えます。国民生活を破壊しこの国の産業を壊す TPP は絶対に認めるわけにはいきません。 TPP は国民生活を破壊するというよりも多国籍企業のためにあるようなものです。 ISDS 条項が使われば日本が米韓 FTA のようなことになります。そしてさらにラチェット条項、一度入ったら抜けられない。しかしこの TPP は究極の秘密条約です。黒塗りの報告書しかない。そしてさらに正規の5品目も譲歩に譲歩を重ねてる、何が何だか分からないうちに批准してしまって後から遅かったと言ったって取り返しがつかないのがこの TPP なんですよ。そんな TPP に対して野党の国会議員はなぜ反対しないかということでないんですか。国民生活を破壊して、そして真っ当な手続きも取らない、こんな TPP に対して中途半端な態度を取る必要なんかないじゃないですか。政治とは国民の命と暮らしを守るためのものですよ。そうであればこの国の国会議員としてこの TPP に反対する、それができなくて何が政治家なんですか。そして自民党の諸君、あなたたちは保守だって言うんだったら守る
べき国益もあるじゃないですか。国家主権を差し出して、そしてこの国の産業を壊す、何が国家保守なんですか。安倍政権のやった議会運営むちゃくちゃすぎますよ。特定秘密保護の時のテロの隊長佐藤正久参議院議員の2013年12月6日の鎌倉採決、議事録のない採決、そして2015年9月16日か16日の鎌倉採決、そして今回の TPP 特別委員会の採決、一体自民党のは何をやってるんですか。公明党も同じじゃないですか。こんな無茶苦茶な安倍政権のやり方は絶対に認めるわけにはいきません。自民党の昔はいろいろな意見はあったかもしれないけども、やっていいことと悪いことぐらいちゃんと分かってましたよ。しかし安倍政権は選挙公約は破る、議事録のない採決はやる、そして議事録の書き換えもやる、国民に嘘をつく、一体安倍政権は何をやってるんですか。戦後最悪最低の安倍政権による TPP 絶対に許してはなりません。そして皆さん、安倍政権を倒すっていうんであれば、この TPP を止めなくて何が安倍政権を倒すんですか。民主党の諸君、よく考えてくださいよ。あなたたちはこの間の参議院選挙でそれなりの議席を確保できたのは野党共闘があったからでしょう。一人区でどれだけみんなに応援してもらったのか、そのことを考えれば、たとえ TPP に賛成だと思っていても、この安倍政権のやり方に反対しなきゃいけないということは当たり前のことですよ。そして自民党の国会議員、 TPP 反対だと言って2012年の衆議院選挙を戦った人たちいっぱいいるはずなんですよ。政治家にとって公約、それは一番大事なことなんですよ。そういったものを全く守らない、一体あなたたちの国会議員としての矜持っていうものはないんですか。西田、お前ちゃんと分かって聞いてんのか。お前、この安倍政権の TPP は絶対止めなきゃいけません。本当に頑張りましょう。声を上げましょう。ありがとうございました。で、TPP に関して先は長いんでね、私はブームなんか起こしてほしくないんだ。祭りはやめてくれよ。本当に一時の祭りで終わりしちゃいけないんだよ。なんでかって言いや、簡単な話だ。国内基準の話になってる今ね、承認案の話になってる。だけど仮にこれ承認された後でも関連法をめぐる攻防が待ってんだよ。長い戦いになるだろう。その間さ、たとえ10日に採決があったとして、10日だけ TPP 反対、安倍はやめろ。11日死因、12日死因、じゃあ話になんねえからな、はっきり言って。でもはっきり言ってありえる話だから言ってんだからね。ねえ、これ本当に肝に銘じてください。野党の皆さんもねえねえ、あんたたちに都合悪いさ発言する市民がいるからって言ってさ、ねえ、あんたたちが焚きつけてさ、どっかで別の行動やらしたりとかさ、そういうクソみたいな頭使ってる暇があんだったらさ、ねえ、市民たちにちゃんとこねえ、党員たちにちゃんとさお願いしろよ。力貸してくれって言ってさ、人々に訴えろよ。ちゃんと訴えろ。行動を呼びかけろ。
内批准に対してあんたたちが取った態度は間違いだよ。明らかにこんな土壇場に追い込んじまったのはあんたたちにも責任があるよ。でもそれを真摯に反省して、ね、国内で運用させないための戦いをちゃんとしなきゃダメだろうが、そして市民もそれ求めていかなくちゃダメだろうが、いつまで奴らの持ち駒のまんまになってんだよ。駒の一つ一つになってんだよ。そして誰も飛車もいなきゃ角もいなきゃ桂馬もいない、全員が歩だよ。ふ、奴らのふ、ねえ、情けなくないのか。人としての存在はどこに行ったんだ。個人としての存在は、個人の尊厳はどこにあるんだ。それで ああ、ごめんなさい、なんか今日こういうモードに入ってああ、いやごめんなさい、ちょっと5年間の我慢が溜まってたんでね、今爆発しまったから、ごめんなさい。ちょっと私にも爆発させてくれ、はい。